やっぱり若い時って舐められたくないから老けて見られようってしますけどね。まあ銀座のクラブなんかでも客から絡まれたくない、ちょっと怖そうにしてる、こわもてだと絡まれないだろうという、まあ最初からバリア張っとくというか、まあそういうとこもありましたよね。あとやっぱり自分が塩ビ服が大好きで、まあとにかくまあ島田さんはじめそういう鳩出しのトッププロに憧れて塩ビ服を着出した時に、まあ自分の中では塩ビ服は特別なものだから、あのやっぱり自分の演出としてこうしかめっ面でハードボイルドっていうかな、いい言い方したら、まあそれがいいんじゃないかと思ってずっとやってきて、まあいいんですよ最初の7、8分なら。これがどんどん20分頼みますとか30分頼みますって言われた時に、この雰囲気を保つのはすごく辛いというのは自分でも感じてた。でその時にたまたまマリックさんがうちに遊びに来た時に、最近のちょっとあんたの映像見せてよって言うから、で見せたら、まあ、結構オールバックですごいこう怖そうな顔して鳩出しだったら、これ楽屋で嫌なことでもあったのってこんな怖い顔して別に嫌なことないですよって、いやこんな疲れるでしょ客もあんたもっていうことで、これ将来30分とか1時間のショーをやるようになったらこの空気はずっと持たないよって、うん、でなんであんたがこんなガチガチにこうなってしまってるのかっていうのはもう理由が一つはっきりやると、それはあんたが塩ビ服を着てるからだ、塩ビ服は特別なものだったので、塩ビ服を脱いだらいつも僕とお茶飲んでるような普通に僕を笑わせてくれるいつものあんたに戻れると思うから一回やった方がいいよって言われて、で塩ビ服脱いでたら今のようにどんどん変わっていったと、どんどんそのショーの中にも自然にトークが喋れるようになったというか、まあ塩ビ服の恩恵と塩ビ服の呪縛というのが両方あったんですよ長い歴史の中で。で今はもう塩ビ服脱いでますけどね。呪縛は誰から始まったの？呪縛はやっぱ島田さんとかね、うん、もっと古いとシルバン、チャニング・ポロック、あの辺からですよね、うん、プロになってお金を得ようとしたらその分野で自分より明らかに上手い人が3人もいたらもうその分野から手引いた方が僕はいいと思ってた。その一つがゾンビボール。ゾンビボール本当中高と好きでやってきたんですけど、やっぱり、まあ、大学生の頃もちょっと遊びで大学祭でやったりとかしてましたけどね。その3人は誰だったんですか？ん、それはね、まあ、ボナさん、ボナ植木、同世代でいうと北見氏、和方山、この3人の浮揚感はやっぱりちょっと違うなと思って、まああのマジシャンにおける成功、これはもうそれぞれルールが違って、まあ自分だって成功してるよっていうのはまだまだという人もいるでしょう。その中で一応そのテレビに出る出ない方針として出ない人もいるでしょう。まあ、その一応そのテレビに出て全国区の名前になったというをこう大成功の例としてね、これ A クラスにしましょう。もう誰でも知ってるメジャーな名前になったというの A クラス、これはもう空中にいると想像してください。これは B クラスから下が海の中にいるんですよ。でもう全国区の知名度の人は A で空を飛んでるんです。だからちょっと落ちぶれて足が海面につくと最近見なくなってねとか、もう飛べなくなってきてるよねってなるわけです。でそれ以下のマジシャン B クラスから下のマジシャンは海の中にいるとしましょう。でこの海面ギリギリのところが B クラス、そしてもうちょっと下、ここはトワイライトゾーン C クラス。トワイライトゾーンっていうのは太陽の光がギリギリ届くところ、ここ一番寂しいところなんですよ。それよりも下が深海魚の世界。このトワイライトゾーンに実はマジック業界の人間で一番多いと思う。あんまり美味しい餌はないのにボリュームゾーンがそこに来てるっていう、これはもう深海魚を目指すのかちょっとメジャーの世界を目指して上に登るしかないんですよね。で僕は一番居心地がいいのを見つけたのはこの B クラスの海面すれすれのとこ。だから魚の世界で言えばシャチかサメになろうと思ったんですよ。空中に背びれだけ常に出てる。で美味しい餌が来たら 時々ジャバッと海面から出てきて、これはちょっとたまにテレビに映るということですよ。ジャバッと出てきて美味しいものだけ掴んでダボンとまた潜ると、でここ結構餌多いんですよ。空中出ちゃうとすぐ落ちぶれたって言われますからね。もうずっとここ上手のようにドゥン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 って感じで踊って
美味しいオットセイがいたらガブって食って、海鳥が来たらガブッとジャンプして食ってっていう、ここが僕は最高だと思って動きません。あのスペシャリストで分かりやすく言うと、いろんなものができるのがジェネラリストで、いろんなものができるかできないかにかかわらず特別なものが誰よりもうまい、これがスペシャリストですね。理想はですね、全てがスペシャリストならいいんですよ。もうあのバードマジックもスペシャリスト、カードマジックもスペシャリスト、玉もスペシャリストって、それが秀でるぐらい全部うまかったら、これはスペシャリストじゃなくて究極のジェネラリストなんですよ。それはそれで何かが突出しなくて、全部が突出するとその人の中ではこれはジェネラリストになっちゃうんですね。人から見たら全てがスペシャリストと言われるけども、で理想はね、そんなにうまくなくてもそこそこ偏差値55ぐらい全科目取れれば営業マネージャーとしてはまあまあ食べれるでしょう。その中で誰にも負けない偏差値70以上の科目を持つと、まあ例えばマジシャンが何人か集まった時に、一つのイベントやる時に誰もあの誰にも譲らなくて済むんですよ。これは俺がやるからねっていうものがあると、これスペシャリストがあると、あの人があれやるんだったらちょっと出番ないよねってみんなが納得するようなものがあれば、これは本当のスペシャリストですよね。だからマジシャンが複数人集まるときにジェネラリストが 5,6 人集まったってしょうがないわけですよ。あんたカードやる、あんたコインやる、あんたハトやるって、誰がやってもそこそこの演技だったら、これスペシャリストの集まりじゃない。でマニックさんが昔言ってたのが、そのマジシャンがいっぱい集まってイベントをやるときはこれはミッションインポッシブルなんだと、ね、変装のプロ、爆破のプロ、盗聴のプロ、その集まって一つのミッションが完成するんだと。だからそこそこ変装できる、そこそこ盗聴できればいらないんだと。本当のスペシャリストが集まって、ミッションインポッシブルが完成するんだということで、そういう意味からもやっぱりスペシャリストになるのは満足感としても必要ですよね。マジシャンの世界でちょっと舐められないというものを持つのは非常にいいことだと思いますよ、だからもっと分かりやすく言うと、全科目平均点以上を取って得意科目を1個作りましょうっていうのが理想だと思います。かなり緻密に計画を立ててきた人生なので、まあ運が良かっただけですよというような謙遜した言い方はしません、そうなろうと思って努力してきた部分があるので、そう努力した結果の果実が具体的にこう頭の中に想像できてきたので、ずっと、今やっとけば将来これを我慢しなくなる、我慢しなくてもやっていけるって。待ってることはほとんどなかった。そう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 。だから今これを我慢しとけば。With the flow I got going on, I'm rep consortium. Yeah, that's right, take flight tonight. Clear the atmosphere so we can see alright. Don't trip, don't flip, just click with this. Whole tip from it, you get so wet. Dancing, I'm sitting on a whole new level. Collaborate for bass, then work in the treble. Some say I'm the devil cause I spit so fly. Never giving me props, leaves me wondering why. I can't get up, something's pulling me back down. It's like at the end, I'm supposed to drown. But I won't give up cause I gotta taste some of those pandemonium. あとはそのコンベンションでね、ちょうどあの TBS でオフレコが始まる前だった。で、そうでしょ。だからそのどっちかというとその一般視聴者向きの種明かしを主にやってた番組なので、でマリックさんもどこまでテレビで種明かしを今あの 許されるのか。でアメリカの本では一般向きの本ね、あのマニア向きの本じゃなくて一般向きのビギナー向きの本ではここまで明かされてるっていうのを研究するために、そのディーラーブースの本売り場のビギナー専用の本を山のように買ってたよって。でなんでそんな初心者用の本買ってんのかなと思って、やっぱテレビ対策で買ってて、でバッとバッグに入れて、アメリカではどこまでやってる、そうそう、どこまでオープンにされてるか、ビギナー用の本でね。でそのカバンでエレベーター乗ったんですよ。でそこにあの結構当時ちょっとコインで有名だったジョー・ルイスっていう、透明の
テーブルでこうコインスルーザーテーブルをやるマジシャンがいて、僕がパッと言うと、あ、ジョー・ルースが入ってきたと思って、エレベーターの中に。だからもうジョー・ルースは結構な大男 でマリックさんはこうキャップ深くかぶってて、でマリックさんに「うん、ジャパン」って言って、「ジャパン」って言って、「Are you professional?」って言って、マリックさんがカバン開けて「ビギナー」